今から12時間後にヨーロッパに行くフライトがあります。なので関空からは今日の深夜12時前に出発するということで、あと12時間後に約2年ぶりの海外旅行に行くんですけど、パッキングをまだ1個もしてません。スーツケースも出してないし、用意するのはまあパスポートだけ用意して、服とかも用意してないので、今から急いでパッキングをして、その中で必要なものも出てくると思うので、それは近くのショップに買いに行きたいと思います。ちょっと2年ぶりなんで容量がちょっともう分かってなくて、どうしたらいいのかなっていう感じなんですけれども、とりあえずこの動画ではパッキングの動画と、あとはヨーロッパまでのフライトをレビューしていきたいと思います。ではバイ。ということで、ほぼパッキングが今終わってきてます。こっちが服とか靴が入っていて、まあ、こっちはあのお風呂のセットとか、あとはこの辺はアイルランドに住んでる日本人の人たちに頼まれたので、ポン酢だったり無印のこのオイルクレンジングとか日焼け止めとか、まあ、頼まれたもの、おにぎりせんべいが入ってます。で、メイク道具、スキンケア、あ、これは日本酒なんですけれども、現地でインターンシップをした時にお世話になったスーパーバイザー、上司に渡そうと思って買いました。くらいかな。そしてこれら3つのアイテムは私が絶対に忘れられない、旅行する時に必ず持っていくアイテムです。パスポート、ナンバー付きのロック、南京錠とビーチサンダルを持っていきます。そして最後の晩餐に弥生軒に行きました。このあさり汁が本当に美味しくて、絶対にヨーロッパで恋しくなるやろなって思ってました。さて、ただいまの時刻はだいたい夜の9時くらいです。私は今駅に向かっています。券をお取りください。空港バスの中なんですけど、私だけが乗客という、運転手さん本当にありがとうございます。空港に着きました。思ったより人がたくさんいてます。チケットゲットしました。で、次は保安検査場に行きたいと思います。中に入れました。免税店とか何年ぶりやろ。めっちゃワクワクしてます。私はヨーロッパに行くときはほぼエミレーツで行ってます。今回コロナ禍のせいか、こういった小さいポーチの中に洗面用具とハンドサニタイザーをもらうことができました。関空の夜の滑走路が私とっても好きで、一緒の人いますか？そして機内食の時間になりました。今回1食目はハンバーグ、このデザートがアップルのケーキみたいなのですごく美味しかったです。そんなこんなをしているうちにドバイに着きまして、次はドバイからダブリンまでのフライトの映像をお楽しみください。Slow as we are.
アイルランドにようやく着いたんですけれども、2年ぶりということでバスの乗り方を忘れてしまって、そこにいた男性に聞いたら、なんととっても優しくて荷物まで持って全て案内をしてくれました。ということで今はダブリンのシティセンター、私が宿泊するところに向かっています。大きいワンちゃんがいました。めっちゃかわいい。はい、ってことで18時間のフライトを終えて、結構クマやばいですよね。疲れてるんですけど、ちゃちゃっと今シャワー浴びて、で5分くらいでメイクをしたので、ちょっと今からタウンに行きたいと思います。とりあえず携帯屋さんでSIMカードを取ります。アイルランドに来て初めてのアイリッシュとの会話にとても緊張しています。行けました。帰ったんで、ちょっと今からショッピングに行こうかなって思います。なんですけど、もともとこっちの道あんまり来たことないけど、なんかそんなに変わってる気はしないです。ちょっと朝ごはんとかスナックとかをスーパーで買おうかなって思います。でフルーツも買おうかなと思うんですけど、安くないですか。3つ入って130円、マンゴーも2つで3ユーロやから400円くらい、結構安いですよね。ここのスーパーはちょっと高めのスーパーなんで、なんかいいものとかも置いてるんですけど、多分ここがシティセンターにあるからなのか、あんまり食材とか野菜とか揃ってなかったんで、いつもよく行ってたテスコっていう、まあ、大阪でいう万代みたいなとこに行きたいなって思います。ここはアイルランドの中央郵便局ね、結構建物とかもすごいおしゃれです。これ今走ってるのが路面電車で、アイルランドの基本的な交通手段はこのルアスっていう路面電車か、奥に見えるかな、あこの青と黄色のこのバスになります。今からこのペニーズっていう服屋さんなんですけど、日本でいう H&M とユニクロと島村とかがもう全部一気に合わさった感じのとこに行ってお買い物をしたいと思います。今から有名なアイリッシュパブが集まっているエリアに行きたいと思います。フライトの機内食を食べ過ぎて胃もたれ若干してるので、今からサラダを食べに行きたいと思います。中で食べれるかな。店員さんおすすめの温かいサラダボウルをいただきます。そしてこちらの美しい建物はアイルランドで一番有名な大学のトリニティ大学です。だからさっき言った大阪でいう万代みたいなところ、このテスコっていうんですけど、テスコに行って明日のヨーグルトとか買いたいと思います。ここ全部ヨーグルトになってます。私はバニラテイストのギリシャヨーグルト、そしてマンゴー、ベリー、ナッツなどを買いました。今は友達の
バイト先のアイリッシュパブに向かってます。ロケーション送ってくれて、そこにあのマップで来たんですけど、よく考えてみれば、これ昔私がよく通ってたジム、ここめっちゃ地元でした。このワオバーガーっていう黄色のバーガー屋さんもすごい美味しいし、昔住んでた昔住んでた家がこっから歩いて30分くらいで、こっち側に行けば昔通ってた学校なんで、だいたい歩いて30分間かけて行ってました。この後は2年ぶりに友達と楽しい夜を過ごし、あまり動画は撮りませんでした。ランダムなビデオになってしまったんですが、皆さんここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねもお願いいたします。では次のビデオで会いましょう。バイ。